はい、じゃあ、白ベルトの初挑戦、相川優月戦が決まりましたが、はい、どうでしょうか。そうですね、まあ、全然その予兆もなかったですし、まあ、いきなり決まったタイトル戦ということで、私自身そのシングル初挑戦なんですけども、タイトル戦としても初挑戦ですし、やっぱ初めてのことがいっぱいで、なおかつもう引退が決まってる相川さんとは最後のシングルになると思うので、もう本当にワンチャンスしかないので、まあ、この前の後楽園 の、 あの北条海里選手と相川選手の試合を見て思うところもいろいろありましたし、まあ、そこももちろんだし、その昔やってたその防衛戦も全部見て、やっぱり本当にもう作戦立てていかないと、やっぱパワーではまだまだ勝てるところが少ないと思うので、もっと頭を使ってやっぱり勝つ方法はいくらでもあると思うので、隙を見つけてもう絶対もう両国まで持っていかせないです、白いベルトは。はい、頑張ります。大阪で白いベルト巻くぞ。3期生正直夏美選手との白ベルト防衛戦が決まりました、はい、どうでしょうか。はい、この白いベルトの防衛戦も7回目となります。正直夏美選手は本当に全く、縁がなくて、1回少し当たったのかな、まあ、それぐらい戦ったことのない選手で、同じ団体にいながらも、まあ、死神って呼ばれているのは知ってるんですけれども、あまり情報がないので、はい、まあ、楽しみでもあります。でなっちゃん、あの地元が大阪ということで、今回大阪で防衛戦なので、やっぱそういう力も出てくるんじゃないかなと私は思ってますので、はい、でもこの白いベルトはグレースラーの象徴として守り抜いて、私の実家のホワイトハウスの神棚に飾りたいと思います。